失業される方に対してのサポートというか、これはね、流れは避けられないんです。例えば小林先生どうですか、司法試験って担当式と論述式あるけど、担当式ぐらいだったらもうこの AI で100点満点取れますかね。まあ、できると思います、ね、一生懸命勉強してるわけなんだけどきちんとやるようなことがバカらしくなってくるんじゃないかなっていう不安があるわけですよ。でもね、やっぱり試験を管理する側に AI を使って苦労して受かった人の頭というのは、世界にその人一人しかないわけですから、これに AI が変わりうることはありえないと思います、最終的にね、AI が入ってこないところは、まあ、小説とかそっちその分野なんで、普通の人間が感動するようにするにはまだ人間が手直ししなきゃいけないので、最後の逃げ場はそこかなみたいなふうに思ってたけど、伊沢元彦っていう作家に変わる人いませんか。ニュースオペイドスタートです。